はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回アイシールド21から弱小アメフト部からクリスマスボール優勝にまで上り詰めたヒルマの悪魔的戦術について見ていきたいと思います。ヒルマの戦術、なんかヤバそうな技多そうだな。クォーターバックとしての能力は高く、特に作戦立案能力と状況判断能力はトップクラス。攻撃では持ち前の度胸も相まって無数の奇策で対戦相手を翻弄し、守備の際は相手の意図を的確に素早く読み取ってメンバーに指令を出します。デーモンデビルバッツはとにかく攻撃、守備の時も攻撃を信条とする超攻撃型チーム。なんでこんな超攻撃型なの？ヒルマの性格的な問題もあると思われますが、物語序盤は武蔵がいなかったため、キックの点をタッチダウンの数でカバーするしかなかったためでした。その攻撃力はオフェンスに限れば強豪校と互角に渡り合えるまでになりました。それをヒルマ陽一による奇策で自分たちの土俵に引きずり込むのがデーモンの支柱。デーモンはトリックプレイの練習量が本当の強みとマルコが述べていました。それではヒルマが作中で披露した数々の悪魔的戦術を見ていきたいと思います。まずはヒルマが使用する技やフォーメーションについて見ていきましょう。デビルレイザーバレット、ヒルマのロングパス技の一つ。技名がかっこよすぎる。小さな隙間からも通しきるほどの命中精度と強風の影響を無視するほどのスピードを誇り、レシーバーに当然のごとく限界プレイを要求する悪魔のパス。これ相当な手だれのレシーバーしか取れないな。スクリーンパス、わざとおびき寄せたディフェンスの頭越しにランニングバックに短いパスを投げる。ランニングバックはオフェンシブラインをスクリーンにして前進する。ハーハー三兄弟のブロックが弱かったことを逆手に取った作戦。弱みを利用するってすげえ。ヘールデビルパス、侵入時戦で見せたヒルマのロングパス。山なりに投げる神頼みのパス、ヘールメリーパスとは異なり、ワイドレシーバーとコーナーバックのキャッチング可能限界ラインギリギリに投げることで、純粋なキャッチ力勝負に引きずり込む。ロングパスだしとんでもない精度を誇ってないと投げれないよね。ハンドオフフェイク、ランニングバックにボールを渡すふりをする基本的なフェイク。クォーターバックはそこからパスを投げたり、自ら走ったりするプレーにつなげることができます。このテクニックはヒルマが得意としており、中継のカメラすら騙して見せていました。カメラですら見抜けないのか。ブリッツ、本来後方で守るディフェンスバックが、まさに突撃するようにボールを持った選手に襲いかかる守備方法。ウィッシュボーン、クォーターバックの真後ろに一人のランニングバックをセットし、さらに後ろに二人のランニングバックを並べてセットする。そこから三人のランニングバックを使い分けるラン型攻撃。クォーターバックとランニングバックの配置を、鳥の鎖骨に見立てて名付けられていました。ロンリーセンター。中央にスナッパーとクォーターバックのみを配置し、他のメンバーは離れた位置に布陣するフォーメーション。基本的には相手守備陣を攪乱するための奇策ですが、相手が強引に中央を潰そうとした場合、パスが通ればロングゲインに繋がる場合もあります。作中ではクリタとガオを1対1で戦わせるため使用していました。ショットガン。定番のパス攻撃体系、クォーターバックがラインから離れてセットし、センターからスナップを投げ受ける。レシーバーやランニングバックは分散した陣形で構え、クォーターバックがボールを受けた瞬間に、4方向にダッシュしボールを受け取る。クリスクロス。二人のランニングバックがクォーターバックのボールの受け渡し直前で、クロスしてボールの場所をわからなくして相手を翻弄させる。イービルクロス。クリスクロスを行った後にボールを持ったランニングバックがバックパスでクォーターバックにパスする。アレキサンダース戦で使用した高難易度のトラップ。聖なる十字架の対応力の裏を書くスペシャルプレイです。デビルドラゴンフライ。ショットガン戦術の応用体系。クォーターバック二人を並べてセットし、どちらのクォーターバックからもラン、パスを自在に繰り出す。ゴールデンドラゴンフライ。ショットガン戦術の応用体系。クォーターバックが3人になるフォーメーション。キラーホーネット。数人で集まって固まり、固まっている間に誰がボールを持っているのかをわからなくしてから、瞬時に全員が広がって走る。ケルベロスダイブ。ワールドカップで使ったヒルマの作戦。アボンとヒルマとキッドがクォーターバックのポジションに入り、セナがランニングバックに入る。アボンはフェイクでラインの火星に入って、ボールをキッドに任せてまずヒルマがデビルバットダイブ。その後すぐにキッドがダブルでデビルバットダイブ。そしてキッドが飛ぶ寸前に早打ちでセナにボールを渡す。パワー、スピード、
タクティクスの三位一体の作戦、激ムズフォーメーションすぎる。以上になります。この他にもヒルマが指示したフォーメーションに、ブラストやスイープ、ヘイルメリーパスなどがあります。続いては、ヒルマの行った戦術について見ていきたいと思います。挑発力。ヒルマはアメフトはビビらせたら勝ちだをモットーに試合前でも試合中でも相手に対して、ガンガン挑発を入れたり煽ったり張ったりをかまし、精神的に揺さぶりをかけるのをお箱としています。性格悪すぎだろ。ホワイトナイツ戦では口はいくら動かしてもただということで、次の作戦を大きな声で伝え混乱させていました。こんなの引っかかるやつ、いるんだ。審議はセナの方が早いと挑発し、揺さぶりは通用していませんでしたが、大田原には栗田の方が強いことを伝えると、挑発に乗って振り回されていました。メンタル弱すぎだろ。スフィンクス戦ではテンプレイで戦意喪失させようとしていた相手に対し、戦意喪失している奴が一人もいないことを告げ挑発していました。この試合ではもっと相手を挑発すべくハーハーさん兄弟に挑発を指示していましたが、逆に挑発されてしまったため、これが挑発だと言わんばかりに挑発のお手本を見せつけていました。悪魔だ。ガッツ戦では開始前にお互いに後がないことを伝え、煽りまくっていました。悪魔。この試合はパワーオフタックルを滝に指示した時に、威力を上げるために滝にも挑発し、威力を爆上げさせることに成功していました。扱い方上手すぎだろ。ガンマンズ戦ではキッドの早打ちが予想を超えていたため、目の前で作戦カードをばらまき作戦がもうないというハッタリを印象付けていました。マジシャンみたいだな。スパイダーズ戦では前回の東京 MVP の赤羽に宣戦布告、ナーガ戦では点数を取られているのに、後半追い上げるからもっと差をつけとけとアゴンに対して忠告しており、ボロ負けしてるにもかかわらず、敵チーム全員を煽りまくっていました。どこから湧いてくるんだこの自信は。二度目のホワイトナイツ戦の終盤では相手に何か仕掛けると言い放ち揺さぶりをかけていました。アレキサンダース戦の試合の前には腕がうずきながらも、病気の妹のために痛みと戦いながら出場するという嘘をついていました。何これ。試合中はヘイルメリーパスを投げ失敗に終わり、二度と投げない宣言しときながらも、次のプレイですぐさまヘイルメリーパスをぶん投げていました。適当に嘘ばっかりついてんだな。判断力。ヒルマは判断力がズバ抜けており、試合中では相手の微妙な動きにも気づき、即座に答えを導き出し作戦を組み立てていました。エイリアンズ戦ではアポロ監督と知能勝負となり、初っ端ノーハドルを食らっていましたが、前もってノーハドルをされた時の準備をしており、プリッツを3本用意したり指でゼロを表したりと、逆にアポロの判断力をめちゃくちゃにし、ギャフンと言わせていました。ヒルマと知能勝負はあかんやつや。その後の知恵勝負もヒルマの圧倒的勝利でした。スコーピオンズ戦では相手の癖を読み取り、相手が最初に見た地点を思い出させるよう指示し、足止めに成功していました。ポセイドン戦では大西博士からハイウェイブラッシュを受ける前に、パスをモンタからセナへ瞬時に切り替えるという凄まじい判断力を見せていました。そしてこの試合ではヒルマの判断力を最大限に活かせるコンビプレイの新技、ウィッシュボーンを使用しており、石丸を止めに来たらヒルマ自ら走り、そのヒルマを止めに来たら、セナとモンタのコンビにパスをし、ヒルマとセナとモンタのコンビを止めに来たら石丸に渡すというこの3つのパターンを瞬時に判断していました。状況判断能力エグすぎる。ヒルマだからこそできるコンビプレイであり、この時高みをしてデイモンの裏エースと言わしめていました。その後もヒルマは守りが伝えたかったことを瞬時に察し、ロングパスを警戒していないポセイドンチームに、同じパターンで攻め込んだかに見せかけ移動をつく滝へのパスを成功させていました。この試合終盤ではセナが水待ちにゴールラインスレスレで止められたため瞬時にタイムアウトをしており、さらには最後の攻撃でゴールラインまで押し込んでタッチダウンして逆転勝利するよう時間を調整していました。普通は速攻でタイムアウト取るんだろうけど、時間調整までって、どんだけあの状況で冷静なんだよ。ガンマンズ戦では終盤キッドを天才と認めた上で、成功率の高いパスを予測し、次のパスルートを正確に読み取っていました。スパイダーズ戦では相手の陣形を瞬時に察知し、オンサイドキックであることをすぐに伝えていました。その後も赤羽の動きからキックがおとりであることをすぐに察知したり、何も通用しない赤羽をどうにかするためにポジションを入れ替え、赤羽のスパイダーポイズンの正体を見抜いていたヒルマは、自ら赤羽を止めに行き一瞬だけですが耐えていました。状況に応じて柔軟に対応するのはさすがだな。
そしてランフォースで走行ルートを誘導しているのも見抜いていました。二度目のホワイトナイツ戦ではキックオフで8割方石丸の方に飛んでくることを予測。さらにはたった2回のステパスで相手の守備範囲を把握していました。たった2回で守備範囲の分析済ませれるのかよ。二度目のホワイトナイツ戦の終盤、完全に打つ手がなくなった昼間は、セナがボールを取りに来てくれてるのを察知し、一瞬で作戦を編み出し固まるように指示。ここで繰り出されたのがキラーホーネットであり、強固なホワイトナイツの守備を一瞬迷わせていました。土壇場でこれを即興でやれる昼間とメンバー普通にヤバいな。チームワークエグすぎる。秘策、昼間はありえない状況下でありえない戦術を繰り出すのを得意としています。相手の裏の裏の裏をかきだからこそ行くというとんでもないメンタルの強さで試合に挑んでいました。これが超攻撃型の秘密なのか。ホワイトナイツ戦でいきなりゴールラインディフェンスを仕掛け、パスを防ぐのは諦めたかのように見せかけ、実際はセナのインターセプトを狙っていました。セナ自身のインターセプトは決まりませんでしたが、昼間自らインターセプトを決めていました。エイリアンズ戦ではいきなりのブリッツ、通用しないと分かっててもブリッツを増やしていました。スコーピオンズ戦では口紅を用意させており、金串との知恵対決で指の先につけて使用し、ランでくると思わせて、パスをいとも簡単に通すことに成功していました。知恵勝負では昼間に勝てっこない。ガンマンズ戦では最初は観察すると言っときながらも、いきなりキッドの死角からブリッツを仕掛け、成功することはなくとも何度も何度も続けており、キッドをぶっ潰してやると冷静さを欠き、作詞作に溺れると見せかけて、前衛にいるクリタを後ろに回り込ませるゾーンブリッツを仕掛けていました。そしてこの試合昼間はあと一歩で連続攻撃権を獲得できるという状況でまさかのロングパスを選択。絶対ありえない戦術だからこそ行くという強気の選択肢を通し見事にデビルレイザーバレットを成功させていました。ここでロングパスは痺れる選択肢だな。誰も想像できないよね。スパイダーズ戦では強風をも味方につけ奇策を企んでおり、強風で一度ロングパスを失敗させ、ロングパスの選択肢がないということを相手に印象付け、互いにラン中心で攻めるしかないと思い込ませ、強風をもろともしないデビルレイザーバレットでロングパスを成功に導いていました。こんなのされたら騙されるわ。ナーガ戦ではモンタが一級に通用しないと分かっていてもだからこそ行くという戦法は崩さず、超ショートパスを指示していました。セナにはまさかの天才アゴン相手にバンプを指示、そしてオンサイドキックを連発すると宣言しておきながらの、普通のキックをしておりオンサイドキックをおとりに使うという大胆なプレイをしていました。本当にありえない戦術ばかりだな。そして昼間は疲弊しきったセナをアゴンを止めるために休ませず無理やり試合続行させ、武蔵に殴られるシーンがありました。この一部始終を見た新竜寺にどうあってもアゴンとセナの差しでの勝負に来ると思い込ませることに成功。それを逆手に取った昼間はまさかのアゴンをノーマークで完全無視するというギャンブルに出ました。こんな芝居までやるのか。これは全員騙されるわ。ナーガ戦終盤はインモーションという前線上の7人以外は、誰にでも1名に限り移動しながら始めることができるプレイと、攻撃権を1回失う代わりにすぐに時計を止めることのできるスパイクを駆使して戦い、じりじりゴールまで進めながらここぞという時にロングパスを放っていました。最後のプレイでは観客を使った秘策を用意しており、インモーションを使い観客を盛り上げている間にプレイを始め意表をつき、自分を無視してセナに直接ボールを渡す、というかなり大胆なことをやってのけました。二度目のホワイトナイツ戦ではロングパスの絶好のチャンスというところで、まさかのランで行くという選択をしていました。ダイナソーズ戦では、雪光をメンバーに入れかける4デビルレーザーバレットを発射させたように見せており、そのままコソ泥のように前進していました。そう見せかけるの本当うまいな。その後もマルコのスクリューバイトでボールを取られたかに見えましたが、ナッツアーク伸ばした足を場外に出したことにより、攻撃権を奪われずに済んでいました。ルールに則ったずる賢い選択だな。アレキサンダース戦では開始早々弱気になり、試合から逃げていると思わせながら、6人で固まりキラーホーネットを発動させていました。そして聖なる十字架を行った後にわざと雪で滑ってボールを見せてセナに守備を集めさせ、バックパスで昼間にボールを戻しレシーバーへのロングパスをすると見せかけ、守備が手薄になったセナへパスを通していました。高難易度プレイすぎてわけわからんくなったわ。ワールドカップでは、ガトリングと名の付く作戦を立て、4人のレシーバーを用意し、
4人全員に気合やカツを入れて気合を入れさせていましたが、すべておとりで昼間自らボールを持ち、前進してタッチダウンを決めていました。全部おとり。仲間への信頼。昼間は傍若無人で自己中心的に見えますが、仲間の意見もしっかりと聞き入れます。メンバーが何か試したいことがあった場合には、何度でもやれと力強く背中を押したりもしていました。しかしあまりにも物理的に無理な内容だとツボにはまり大笑いすることもあります。ホワイトナイツ戦でセナの高速の足を信頼し、ラインに 0.5 秒の足止めを指示し、見事にタッチダウンを決めていました。しかしこの試合で勝ち目がなくなった昼間は試合を放棄。ですが、セナが諦めずに真に立ち向かうことを決心しており、セナの思いを聞き入れ試合を続行し、見事に一度だけ勝利したセナを褒めたたえていました。こういう一面もあるんだな。スパイダーズ戦ではセナがとんでもないことを言い出したため爆笑していましたが、面白いから何度でもやれと指示していました。ナーガ戦では仲間たちを信じてチームにオンサイドキックを悟られないために、勝率が 0コンマ数パーセントしかないことやあとは怪我をしないようにと諦めたかのように見せかけており、昼間の性格を把握しているチームメイトは全て嘘だと判断。逆に諦めずに怪我しそうなプレーを連想させることに成功し、ナーガ相手にオンサイドキックを成功させていました。昼間と仲間の分厚い信頼関係だからこそなせる熱いプレーだな。ナーガ戦終盤、仲間たちにキックで延長戦か、タッチダウンで逆転勝利かの最後の選択を決めさせ、メンバーたちの実力と信頼あってこそできるスカイデビルバットダイブを成功させていました。アレキサンダース戦ではメンバーたちに一度諦めたかのように見せかけ、釜をかけて気合を入れ直させており、残りのプレーをノーハドルで行い、タイムロス0秒で攻めることにして、作戦の指示はすべてデイモンメンバーのみが知る特別な暗号で11人をまとめていきました。メンバーだけではなく昼間もメンバーを信頼しきってるのがすごいな。さらにはヤマトに倒されながらも事前に帝国守備を把握していた昼間は、信頼する雪光のもとへ瞬時にボールを放り投げるというビッグプレーを見せていました。その後もモンタの作戦などを受け入れ、仲間を信頼しきってプレーをしていました。それ以外にもセナがヤマトに勝つことを信じて昼間は時間を大量に使い、昼間のミスを払拭するきっかけを作りこれに応えようとしたセナはヤマトに勝利したタッチダウンを決めていました。大爆地すぎる。普段昼間は数字や事実しか信じませんが、それを無視するというらしからぬ思考には読者の方々も驚いたことでしょう。セナが数字や事実を超えるのを信じきっての作戦か。そんな仲間がいるのは幸せだな。以上になります。いかがでしたでしょうか。すべて昼間だからこそできるビッグプレイばっかりだったな。クォーターバックという司令塔の重要性がいかに大事なのかわかる戦い方だったね。本当に敵に回すと厄介なタイプだ。何がすごいって、全部すごいってしか言いようがない。敵も味方も口車に乗せて一歩も引けない状況に持っていくのが上手すぎる。そうだね。特に私が好きな昼間の技はデビルレイザーバレットです。昼間の血と汗と努力の結晶がボールに宿った悪魔のパス。かっこよすぎです。好きな戦術はやはり勝利することがないと見せかけてのオンサイドキック。あれには正直心打たれました。全てが計算され尽くされてたね。無駄な戦術が一つもなく、勝利するために組み立てられた超攻撃型の戦術は読者の誰もが魅了されたと思います。コメント欄では好きな昼間の技や戦術などありましたら書いてくださると嬉しいです。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。